おです今日は1月1日の我が家の過ごし方を紹介したいと思います,これ見てすということでまず朝ごはんを食べていきます1月1日の朝食っていうのは大体お雑煮ですね、まあ、あのおじいちゃんからお餅が毎年送られてくるのでその餅を使ってあのお雑煮だったりあとは磯辺焼き磯辺揚げを食べることが多いです そしてねこの朝ごはんの時にそのニューイヤー駅伝の1区のスタートを見るといった感じになっています、まあ、私が住んでいる群馬県を舞台にニューイヤー駅伝が行われるので、まあ、このあとニューイヤー駅伝を見に行くといった感じになっておりますで普段はね4区の係員みたいなやつなんですけど最,新最近はそれをやらずに他の区区間間見見ににに行行きたい区間を見に行くっってて感じになっていますそして今回見に行った区間は3区です、まあ、3区といったらね まあご存知の方も多いと思うんですけど大迫選手があの出走されるということで、まあ、そこを、まあ、ラスト 1km ラスト 500m ぐらいの地点を見に行きたいと思いますそしてね3区にはもう1人小林歩夢選手が登場するということで、まあ、小林歩夢選手といえば「小林チャンネル」YouTube チャンネルをやられていて、まあ、僕はそれの大ファンなのであの小林歩夢選手の走りもしっかり見ていきたいと思います。 you <laughs> とといいううことででかかがだったでしょうか、まあ、3区を見終わってねあの前橋に来たんですけど前橋に来たということで7区もせっかくだったら見ようということで今県庁前のゴール前に移動している最中でございますそして今これも県庁前にあの移動しているところです、まあ、僕はね前橋市の学校に高校3年間通っていたので懐かしいですねそしてこれが県庁前ゴール前となっております遠くに見えたのがあのゴール地点 となってますねそしして場所取り完了しましたここならあの選手がゴールするところも見えるということでいい場所となっていますこれは歴代チーム歴代優勝チームがこういった感じでずっと飾られている形となっておりますそしてだいぶ人も集まってきました

<laughs> 7区のゴールも見終わったというところで、今車を止めていた場所に向かっているところです。まあこれはね前橋駅なんで、あの僕は高校3年間電車通学していてここから学校に。 自転車で通って行きましたここの道をあの自転車の駐輪場から駅まで走っていたということですそして終わった後とに勝花店に来ました、まあ、ここではねカつとんかつ屋なんですけどご飯と味噌汁とおしんこが食べ放題ということですごく心を躍らせているところでございますそして注文した商品が届きました 僕はご飯三3杯味噌汁は2杯で牛カツと普通にカツを食べましたとっても美味しかったですごちそうさまでした家に帰ってきましたこれからお菓子で家を作っていきたいと思いますということでこんな感じのお菓子の家を作りたいと思います僕は 中学の時の美術の評価があの4だったんですけどそれはあの「関心意欲態度」とかねテストの点数で4だったんであの技術点はあの本当に低かったのでなんかねそういう美術品を作っても自分だけなんか他の人と違ってなんか原型をとどめてないみたいな感じなのであの手が器用な妹にこういう作業をほとんどやってもらいました。僕はただ あの端から見てるだけということであの動画を撮ってこれは湯煎したやつ湯煎してるところですねチョコこういう単純な作業しか僕はできないんであの細かい作業は妹に任せっきりでございますということでこの何だろうまあウエハースみたいなのを切ってるのかなこれ突破を切ってるこういったね あの僕よくね包丁使うと手切っちゃうんですよ前もあの,その無水カレーみたいなの作った時にも手切っちゃったんであの包丁のトラウマがあります <laughs> ということでこれなんかね湯煎したチョコをなんかこう接着剤みたいな感じでつけるみたいなんですよということで僕はこれねあのつけるのを間違えつける材料っていうのを間違えてましたねはい あーこれ傾いてますねこの傾きが後にねちょっとね家が傾く原因となってしまいましたここだけの話ということでこのポッキーで作ったのをこう1枚の板にするためにそれをつなぎ合わせるために使うのがまたこの湯煎したチョコとなっておりますでこれねすぐできるんだと思ったらねこう 湯煎したチョコを塗っては冷やして固めて湯煎したチョコを塗っては冷やし固めの作業だったので大変めんどくさい作業となってしまいましたで、ね、この塗る時もねあの押さえてもらえないとこうやってあの板みたい板にしたねがバラバラになっちゃいますそういうことでこれが固まった後の絵となっておりますやっぱりこれ傾いてますよね内側にこう傾いてる感じがしますはい ということで固めたやつをさらにこの壁みたいな役割だったんですねこれねさらにあの合体させていきます合体させるときに使うのはやっぱりその優先したチョコということでこれを両側につけて家の両壁という感じになってますねはい慎重に慎重にやってます 僕なりにはそしてもう片方の壁をまたこれでつける時にさっき傾いてた分がちょっと歪みになってしまってねまあ見,たら見てもらったら分かると思うんですけどだいぶいびつな形になっていますね。まあ、これをやって一つ分かったことはそのパテシエの人とかねそういう人ってすげえんだなって思いましたね。 あの僕だったら1日で首ですね、まあ、そもそも慣れないっていうのがありますけどということでこんな感じになりましたであとは上の屋根の部分をつけて完成といった感じになっておりますでここもしっかり倒れないかなと一ョこの板の重みで倒れないか心配でしたけど なんとかそして煙突もポッキーで作った煙突も屋根につけて、まあ、これで冷やして完成といった感じになっていますまあちょっとだいぶいびつな形の家ですけどまあよくできたんじゃないでしょうか自分なりにはことで余ったポッキーをこれ使わないかなっていうふうに確認して食べているところですねはいといった感じではい正月の過ごしたこんな感じ なっておりますチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれではバイバイ